エルンストクリークエルンストクリークは、ドイツの教育者で、著述家、大学教授。アルフレート・ボイムラーと並ぶ、国家社会主義ドイツ労働者等の御用教育学者で、ある。バーデンビュルテンベルク州ヘイギスハイムに生まれる。実家学校を卒業後、カールスルーへの教員養成所を経て、国民学校の教師になり、当時の教育のあり方を機械的で、官僚的すぎると批判。 この時期、彼は独自に自身の教育観を築き上げていく。1910年、彼は最初の著述、人格と教育を出版。1917年にはドイツの国家理想、1920年には学問の革命、そして1922年に至り、後に自ら主張という教育の哲学が出る。この本により、エルンストクリークは、 ハイデルベルク大学で名誉博士号を取得した。クリークは、アビトゥア資格を得ないまま大学教員になっているが、父親が壁職人検証作人であったクリークは、アビトゥアを受験するような生活環境の中で育っておらず、その受験の事実上の前提となるギムナジウムに進むようなチャンスも全く与えられていなかった。したがって教員になるための教育を受けることが、 より高い自己連成のための唯一の道だったのである。その後4年間彼は自由な著述家として専念し、1928年にはフランクフルトアムマインの教育大学に招聘される。しかし、1931年の下士祭りにおいて第三帝国万歳と叫んだことで、彼はドルトムントの教育大学に懲戒転任させられる。それでも、なお彼は、 不任先のルール地方でも、しばしば政治的な発言を繰り返した。後に、ナチの代名詞となる、第三帝国という用語は、保守革命を提唱した、メラー・ファンデン、ブルックの造語とされてきたが、実はクリーックが、イップセンの皇帝とガリラヤ人の中から見つけ、1917年に発表した論文、ドイツの国家理念で用いたものである。翌1 9 3二年、 フリークはドイツ国家社会主義教員同盟の一員となり合わせてナチ党員となる。その年彼はフランクフルトアムマインのフライクフルト大学の総長となる。彼は同大学において哲学と教育学の教授職をも担当した。この地位に彼は第二次世界大戦の終結まで止まったが、大戦後にアメリカ軍によってその職を解かれ、バイエルン州、モースブルク、 アンデアイーザルの収容所に送られた。1947年に収容所内にて没。ありがとうございます。